8月8日深夜放送の午前0時の森、日本テレビ系に、キング&プリンスの高橋海人、24、が出演。MC のオードリー、若林正康、44、と水僕まみアナウンサー、36、を相手に多くを語ったが、そこで、ラジオにまつわるトークが飛び出し、大いに注目を集めている。高橋さんは深夜ラジオに憧れがあり、自身のブログ、アマのアイドル日記で自作のラジオ風音声、はみ出しラジオを不定期投稿しています。過去には、永瀬廉さん、24、の深夜ラジオ、永瀬角のラジオガーデン、文化放送でも紹介されましたが、ブログは有料コンテンツなので、これまではコアなファンしか知らなかった。しかし、今回ついにテレビの地上波で音源が流されたんです。女性誌編集者。午前0時の森で高橋は、ラジオに憧れがあること、それを一般人の親友、R 氏、34、に話したところ彼が作家を担当し、お遊びで、オフラインのプライベートラジオを作ったこと、高橋が架空の人物、ジョン茅ヶ崎としてパーソナリティをしていることなどを、改めて解説。当時、やばいの思いついた。ファンクラブ向けのコンテンツの武器ができた。と喜び、チーフマネジャーに説明したところ、世の中に出しちゃいけないものと言われてしまったことも明かしていた。永瀬の提案で一度ラジオで流したところ、ファンに受けたことで、高橋は、自分のブログならいいよと、マネジャーからようやく許可が下りたという。ロバート秋山路線を目指せると、若林も絶賛。はみ出しラジオは高橋、曰く、質問にちゃんと答えないできるというスタイルが持ち味のラジオ。今回、午前0時の森で紹介されたのは、猫がカーテンを引っかいてしまうというお悩みメールにジョンが、カーテンか、消耗品でもないし、なかなか高い買い物ですしね、など、だらだら話を引き伸ばすも、カーテン難しいんだよな。それでは、また明日と、結局何も提案しないで終わる、というシュールすぎる内容だった。また、午前0時の森のスタジオでは、高橋さんがジョンの後輩のボニー・ビリジアンなる外国人を演じたところ、若林さんも水僕アナも大受けでした。若林さんに至っては、ロバートの秋山隆二さん、44、が、延長線上にいると指摘し、高橋さんをコント向きだと真面目なアドバイスも送っていましたね。ちなみに、ボニーについては、魂まで売り出てごとですか、というフレーズを、日本語講座と題してゴリ押しした回が、ファンの間では有名です。前室の女性誌編集者。今回の、午前0時の森で見せた高橋の、やばいラジオや、それ以外のトークでも覗かせた、キラキラしたアイドルらしからぬ個性的でナイーブな姿は視聴者に大好評。キンプリさん、ほとんど知らんのやけど、橋山くんめちゃくちゃおもろいな。なんか、すごい人材キンプリにおったな。などなど、新たなファンを獲得したことが、SNS の反応からも伺える。元の魅力で勝負できる。はみ出しラジオ、芸能プロ関係者は話す。キンプリを名前程度しか知らない人、映画、ドクター後藤診療所、2022年12月公開や4月期の連続ドラマ、だが、情熱はある、日本テレビ系など、役者業で高橋さんを見る程度の人にとって、高橋さんは、誠実な優等生タイプに見えていたことでしょうが、実際はかなり個性的で天然。しかも、演技力の高さも手伝って、はみ出しラジオでは完全なキャラ崩壊を起こしていて、その意外性はかなり面白く、ハマる人にはめちゃくちゃハマりますよね。はみ出しラジオは今後、高橋さんの元を見てもらうための非常に重要なコンテンツとなるかもしれません。現在のキンプリは、平野紫耀、26、神宮寺勇太、25、岸優太、27、が脱退し、平野と神宮寺はジャニーズ事務所からも退所。岸の美9月末退所。しかも、平野と神宮寺は7月7日に滝沢秀明氏のエンターテインメント会社、トベに移籍。同時期に立ち上げたインスタグラムは、キンプリのインスタのフォロワー数が 234.6万なのに対して、平野がフォロワー数 379.1万。8月9日10時30分現在で、キンプリのインスタフォロワー数は平野一人にあっという間に追い抜かれてしまっている。高橋さんと永瀬さんは好青年だし、ファン思いで評判はとても良い。しかし、奔放で少々危ない魅力が溢れる平野さんに押されている感がありますよね。今後、キンプリは、平野さん、神宮寺さん、そして二人への合流が噂される岸さんの三人と並んで活動していくことになる。
完全なライバルになるわけではないでしょうが、強烈な三者に負けないようにする鍵となるのは、周囲に作られた、キラキラのイメージではなく、平野さんのように元の魅力を出していくことかもしれません。それを考えると、はみ出しラジオは高橋さんのリアルな一面が表に出たものですし、現在は、今回の、午前0時の森のように、そうした個性を評価して、面白く魅力的に扱ってくれるところは多くある。従来通りのジャニーズアイドルのイメージに縛られすぎずに、自分を自由に出していくことに、新生キンプリの未来があるのかもしれませんね。全道、ファン以外にも大いに響いた高橋の、はみ出しラジオ。ラジオ局でレギュラー化も近い？画像、お顔の小ささよ、高橋海人、オードリー若林と横並びで際立つ超小顔ぶり。若林や水僕アナと並ぶことで、高橋がいつにも増して小顔に見える。